1990年中華民国総統選挙は、1990年3月21日に中華民国で行われた総統を選出する選挙である。選挙方式は、選挙により選出された中華民国国民大会代表を通して投票される間接選挙であった。投票は台北陽明山の中山楼で行われ、副総統選挙も同時に実施された。副総統選挙は、 総統選挙と独立に行われることになっており、総統と副総統の候補者が一括して立候補登録を行うものではなかった。投票の結果、中国国民党候補者である李登輝が641票を獲得し、第8期中華民国総統に就任した。翌日に行われた副総統選挙では、国民党の李元族が当選している。国民党内部では、 当初李党器の再選については反対がなく空席になっていた副総統候補人事が焦点となっており行政委員長だった李官の指名が予想されていた。しかし李党器は当時総統府秘書長であった李玄族を指名する方針を表明したため反発した外省人を中心とする秘主流派は2月11日に開催された党推薦候補を決定する。 臨時中央委員会全体会議で、本省人の林洋光を総統候補に擁立する、格策を秘密裏に進め、これを事前に察知した、李登輝ら主流派との間で、2月清掃が発生した。李登輝は本省人に加え、曹操油、馬英九などの若い外省人政治家の支持を得て、多数を確保し、会議の席上では、非主流派から提案された投票による採決が、否決され、 従来の規律採決により、離党期が満場一致で、相当候補に選出された。非主流派は引き続き無所属候補の擁立を模索し、40年に、渡り国大代表を務める党東償が、国大代表の一部勢力とともに、林洋行及び小移国の選挙参戦を発表した。両者は参戦するが、選挙運動を行わないということで一旦は、同意したが、3月9日に、 林洋行が推薦自体を公にしたことで対抗馬擁率は失敗し、李登輝及び李元族に対する信任投票となった。この選挙に際して起こった清掃はそれまで曖昧であった国民党主流派と非主流派との対立を表面化させ、選挙による信任を得た李登輝は学生でも3月学運の代表者と会見、動員観覧実機臨時上官の廃止。 野党勢力を含む広範な国勢会議の招集などを約束し、本土化路線の推進姿勢を明確にした。3月21日午前、中華民国第8人総統選挙が行われた。国民党候補の離党期への新任投票を行い752名の国大代表中668名が投票641票の絶対多数票を獲得して当選した。 また翌日行われた副総統選挙では、李玄族が602票を獲得し当選している。ありがとうございます。